はい、えー、寝る直前までですね、あのス,スマホとか、あとパソコンをやってる子供たちがですね、えー、全体の51%に上るという記事が出てましたね。で、これをやってしまうとですね、えー、朝寝坊とかですね、あと午前中に眠気を感じるっていう、その割合と比例するんだそうですよ。 だからあんまり寝る直前にね、スマホとか、そういったものをいじるのは良くないみたいなんですね。えー、ついつい僕なんかもね、あのー、夢中になってね、寝る前とか、スマホやったりとかしちゃいますけどね。えー、不思議ですよね。寝る前なのに、スマホには、ご就心ってね。ねずっちです。えー、では、また